はい、どうも、世界一ステッカーな巻物、TKTK です。はい、ということで、更新情報を見ていきましょう。はい、まずは、課金イベントですね。はい、まずは、金貨一石っていうことで、はい、このイベント1万1000円で3200元宝と覚醒炭150個、そして1000人を育成炭100個ってことで、元宝換算すると、だいたい1万500元宝ぐらいの価値になるんですが、まあ、それがどのぐらいの課金効率かっていうと、はい、一丁一石っていう、おみくじイベントありますね。まあ、おみくじを引くと 40% から 80% っていう数字が出て、はい、そのパーセント分、課金した時に元宝を上乗せでもらえるっていう、はい、例のイベント。あのイベントで 40% が出た時に、ここで1万円分の課金をした時に得られる単独チャージなんかも含めた元宝数、それもだいたい1万500元宝ぐらいになるんで、まあ、こっちの方が1000円安く同じぐらいの元宝をゲットできるってことで、はい、基本的にこの金貨一石で課金するのであれば、一丁一石の底引きでも課金効率が上になるので、はい、そちらは待った方がいいですね。ただこちらの課金イベントに関しては、この覚醒炭が一気にもらえるっていうところが、はい、推してるポイントで、まあ、先ほどの一丁一石で 40% を引いて1万円で元宝を獲得して、でそこから覚醒炭を買おうと思ったら、はい、そのやり方で安い買い方をしようと思った場合に、限定特典のとこにある覚醒炭5個で100元宝のやつをこまめにちょびちょび買っていって覚醒炭を集めていかなければいけないので、急いで覚醒炭を集めたい人はこちらで取った方がいいですが、まあ、覚醒炭は無料でも集めることができるので、まあ、この課金イベントをやる人は10課金以上の人ですかね。はい、そして、ガジン新地ってことで、はい、ガジン新地っていう課金イベントに関しては、120円で150元宝と宝石券30枚ゲットすることができるってことで、はい、宝石券1枚あたり、はい、4円でゲットすることができるってことで、まあ、宝石券をゲットする他の課金イベントの中では、割と安い課金イベントになっていて、今ちょうど一緒に更新情報に上がっているタヌキイベントですね。はい、で、9割引きが出た時と同じぐらいの課金効率になってるので、まあ、かなりお得な課金イベントになってます。はい、ただ、まあ、宝石券もこういった副賞のガチャで、はい、毎日無料分引いていくだけで、ここの宝石券ですね、はい、一定確率でドロップしてくれるので、基本無料で結構集めやすいものなので、はい、まあ、このイベントに関しては120円分ということで、まあ、例えば月ギフがこのタイミングで切れそうだとか、軍令、はい、今ちょうどここにありますが、はい、これに980円払うときに、まあ、あと120円分ですね、ガジン新地で上乗せすれば、はい、ここの累計チャージですね、で500元宝分のところまで達成することができるようになるので、そういった細かい調整に使えばいいのかなっていうふうに思いますね。はい、そして右往無臭ということで、340元宝とラキスタ券5枚、はい、右往無臭はそれが1840円でゲットできるイベントですが、はい、この課金イベントはラキスタ券1枚あたり300円かかるってことで、はい、これに関してはちょうど今回一緒に並ぶタヌキイベントですね、これで6割っていう、まあ、底引きが出た場合でもそっちの方がお得ってことで、まあ、おそらく一緒にタヌキイベント並ぶと思うので、ラキスタ券ゲットしたいのであればそちらを優先した方がいいと思います。タヌキ来るんですかね、ちょっと見てみましょう。あ、来ますね。はい、ラッキー割引、はい、まあ、タヌキって言われてるやつですね。はい、こちらでラキスタ券ゲットしに行った方がいいですね。あ、ちなみにラッキー割引に関しては、まあ、恋文だったりラキスタ券、10時間高速戦闘券、5時間高速戦闘券、覚醒炭、副賞訓練書、宝石券、千女育成炭を割引で買うことができるんですが、これ課金効率がかなり良くて、はい、まず千女育成炭に関しては、まあ、他の課金イベントに比べてタヌキイベントで千女育成炭をゲットする場合の、はい、課金効率ですね、はい、9割引きが出れば千女育成炭1個あたりの値段が約10円でゲットすることができるということで、まあ、他の課金イベントよりも安くゲットすることができて、8割引きでも赤日累給っていうかなりお得な課金イベントと同じぐらいの割引で買うことができますね。はい、赤日累給というのはこのイベントですね、ランク1からランク3まであって、ランク3まで進むとやっと千女育成炭がゲットできるんですが、それまでは結構元宝効率が悪くて、まずはここを課金して1週間経ったら次ここを課金して、さらに1週間経ったらここを課金してっていう感じで、少なくともこの最初の2週分は課金効率の悪い課金になってしまって、その後ですね、はい、ここのランク3を限りなく無限に続けた場合にやっとこの1個あたり 17.62 っていう課金効率になるので、はい、それをお手軽に同じぐらいの課金効率で8割引きぐらいから出していくことができるので、千女育成炭もタヌキでゲットした方がいいですね。覚醒炭に関してはタヌキイベントだと1個あたり安くても13円ということで、はい、今ちょうど並んでる軍令ですね、約覚醒炭1個あたり4円でゲットできるので、はい、覚醒炭に関してはタヌキイベントじゃなくてこっちの軍令で取った方がいいですね。はい、で一丁一石も来るんですね。なんでなおさらこの金貨一石で各種アイテムを揃えていくより、一丁一石で 40% 以上出していってそっちで課金していった方がいいですね。はい、ということでレース少女加工園、加工園来ますか。いや、加工園は個人的に好きです、腹筋が。はい、この加工園っていうキャラクターですね、はい、弓章で、まあ、特に注目すべきがスキル2の4名に対する範囲攻撃ですね。この火力がうまくコンボが決まった場合に、確か 6000% 超えぐらいのダメージを敵4名に出すことができて、まあ、二次キャラクター今160種類以上いるんですが、ことスキル2の範囲攻撃に関してはトップクラスの火力を狙っていくことができるキャラクターになってます。はい、まあ、詳しくは過去に分析動画上げているので、この動画の概要欄に加工園の分析動画のリンク貼っておくので、そちらを参考してみてください。はい、なかなか範囲攻撃は強いですが、弓章なんでね、どうしても耐久力の面で見劣りしてしまって、確か分析当初は見送りっていう判断にしたと思いますね。はい、まあ、気になる方は見てみてください。はい、そしてお、新キャラ黒田官兵衛、
おお、神戸ミサの中で未来への道を考えているミサまさかのクリスチャンスタイル。はい、見ていきましょう。おお教会にこんなの絶対ない。はい、積んだ本に座るスタイル嫌いじゃないです。いや、でも可愛らしいですね。はい、いつもながら勝手な予想しますが、これ多分帽子でヒーラーですね。回復キャラクター。あれ、神兵衛って確か城一瞬で作った人ですよね。あんまり歴史詳しくないんですけど、もう全然違うジャンルいっちゃってますよね。アバター化からスタートしてるみたいになっちゃってますけど。あ、田村ゆかりさん、大竹丸と同じ声の人ですね。いや、ちょっと大竹丸とまた雰囲気違うキャラクターなんで、どう変えてくるかめちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということで、また明日このキャラクターがガチャに並んだら分析動画アップしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ということで、今回もチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、YouTube メンバーシップもやってるので、はい、結構前になるんですけど、覚醒炭の面白い集め方みたいなね、はい、動画もアップしてたりするんで、まあ結構ネタ的な動画なんで、はい、あまり実践的ではない覚醒炭の集め方なんですが、まあそういったちょっとマニアックな情報、興味がある方は、この動画の概要欄に YouTube メンバーシップの URL 貼ってるので、覗きに来てください。それでは。するおっすおっすおっす